いしてて。いいよ。つかぬことを伺いますが、マスターは私からムフフなお得情報とかドキドキの怪談とかを聞いたことはありますか？よかった、マスターはいつも通りなのです。それが。いや、アバシス、昨日は助かったよ。キリットさん、私何かしましたっけ？あら、忘れちゃった？古い隠しダンジョンの情報を教えてくれたじゃない。そうそう、ムフフなお得情報なのですなんて、いきなり手を握ってきたから驚いたわ。手強いエネミーだったけど、それに見合うだけのレアアイテムがたくさん手に入ったよ。ありがとな。私が隠しダンジョンの情報を。あ、そういえば昨日の服はどこで手に入れたの？いつもとイメージが違っててびっくりしちゃった。似合ってたけど。確かに見たことない色だったわ。新しい服を買ってもらったの？確かに。本当に違うのか、アファシス。何か知らないか。マスター、皆さん聞いてください。最近こんなことばかりなのです。みんなが君を見かけたとか君から情報をもらったとか言うのですが、それは私じゃないのです。変なのです。本人に身に覚えがないとすると、もしかしてあれはアファシスのそっくりさんだったのか。そんな噂は聞いたことないわ。レイちゃんそっくりのタイプ X ってどういうこと？そういうのがいるかもしれないって話。アファシスマニアのチェリスカが知らないなら可能性は薄いかしら。マニアかどうかはわからないけど、タイプ X の情報にはいつも気を配ってるわよ。でもそういう話を聞いたことはないわ。もし私の知らないタイプ X がいるとしたら、かなり悔しいわね。ゼリスカさん、本当にアファシス好きですよね。そうだ、アファシスって言えば最近妙な噂を聞いたんだっけ。妙な噂？アファシスがエネミーとしてフィールドに現れるらしいの。タイプ X ではないみたいなんだけど。そんなイベント聞いてな。ああ、いえ、それは確かに妙な話ね。アファシスってサポート AI でしょ？私たちの味方じゃなかったの？設定から考えると可能性はあります。ユイちゃん、何か知ってるの？はい、ママ、私から簡単にご説明しますね。アファシスさんたちはもともと SBC フリューゲルの技術で生み出されたアンドロイドなんです。フリューゲル？
ああ、確かに。フリューゲル関連のクエストにはアファシスが必要だな。はい。さらにフリューゲルとグロッケンは過去に敵対関係だったという設定があります。ですからアファシスさんたちがエネミーとして登場することに矛盾はありません。本来であれば。何か気になることがあるの？仮にアファシスさんたちのエネミーが登場するクエストがあるとして、今の時点で公式アナウンスがない点が気になります。フリューゲル関連イベントの伏線って可能性もあるんじゃないか。つまりどういうことなのでしょうか。アファシスが敵でエネミーになるのなら、私もう皆さんと仲良くできないのでしょうか。大丈夫よレイちゃん、もうずっと昔の話だから私たちが争う必要はないのよ。そうなのですか。今は大丈夫なんですね。ええ、宇宙に逃げていた人々が地球に戻ってきた頃の話だもの。 SBC グロッケンと同じ頃に SBC フリューゲルという船も戻ってきたんだけど、この2つの船はもともと違う国から来ていて折り合いが悪かったので、せっかく地球に帰ってきたのに戦争を始めて、結果フリューゲルは滅びてしまったというわけ。そんな設定があったのか。フリューゲルは高いアンドロイド技術も持っていたんですよ、パパ。フリューゲルと共にその技術は失われていましたが、最近ようやく発見され、私たちはアファシスさんと会えるようになったというわけです。そうだったのですか。確かに随分長い間眠っていたような気がするのです。今私たちと一緒にいてくれるアファシスちゃんたちはグロッケンの技術じゃ作れないフリューゲルの遺産なのよ。つまりアファシスはこの世界での実銃と似たようなものなのね。あれも今の技術じゃ作れないから貴重ってことになっているし。ええ、もちろんアファシスはレアなだけじゃなく大切なパートナーでもあるんだけど。今アファシスがエネミーとして登場していることが不思議なのよね。へえ、さすがツェリスカというか、なんというか設定をよく知ってるんだな。公式サイトに書いてあるわよ。調べたらすぐにわかることだわ。キリト君、ちゃんと読んでないんでしょ。イベントの告知サイトにも書いてあったよ。とにかくだ、エネミーとして登場しているアファシスが何かのイベントの伏線だってことは十分にあり得る。私たちが見たレイちゃんに似たアファシスもそれに関係してるのかもね。エネミーアファシスの話はまだ噂止まりだ。今のところ他のプレイヤーよりもリードしてるはず。これを逃す手はないな。早速ゲーマーの血がうずいてるみたいね。こうなったキリト君は止められないからね。よし、早速情報収集だ。二手に分かれよう。そっちの方が効率がいい。私たち三人はさっきの探索でパーティーを組んだままだから、ひとまずそのままでいいんじゃないかしら。じゃあ私たちはあんたとセリスカさん、それにレイちゃんだね。私は新しい情報がないかもう少し調査をしてみます。よし、後で情報交換しよう。新イベントか。レイちゃんにも関係するイベントみたいだし、この事件私たちの手で解決するわよ。
セリスコさん？ああ、いえ、ごめんなさい。ちょっと気にかかることがあって。クレハちゃん、先に調査を進めててもらえる？私、少し用事を済ませてから合流するから。はい。もし人手が足りないようなら、いつきも誘ったらどう？彼、顔だけは広いでしょ？いつきさんのことそんな風に言うの、セリスカさんくらいですよ。そう？無駄に付き合いが長いからかしらね。じゃ、また何かあったら連絡するわ。セリスカさんの用事って何かな。ま、私たちが考えても仕方ないか。ひとまずアルファルドに行ってみよっか。イツキさんを誘いに。へえ、アファシス関連の新イベントか。それは興味深いね。僕を頼ってきてくれたことは嬉しいけれど、あいにく何も知らないな。そうだな、こういう時は少し待っててくれ。誰にメールしたのです？アルファルドのメンバーにね。帰ってきた。え、早っ、もうですか？僕が言うのもなんだけど、うちは優秀なメンバーが多いからね。あ、一つそれっぽい情報があるよ。忘却の神殿のあたりに怪しい NPC が出るという話をメンバーが聞いたそうだ。行ってみる？乗りかかった船だ。僕も付き合うよ。